皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。キアカです。私だ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。さて、今回はどんな妖怪を使っていくんです。最近リクエストいただけるのはめちゃ嬉しいんだけど、使いづらい妖怪ばっかで対処。手から視聴者バイバイやめろ。ごめんごめん。この人の発言でこのチャンネルの運命が決まると思うと怖すぎる。で、そんなどうでもいい話は置いといて、運動でもよくないよね。いつでもリクエストはお待ちしてます。では今回の構築はこちら。話を聞かない。なんか素材妖怪が並んでますけど、素材言うな。ドンちゃんはバフ要因ね。力を強圧してもらうわ。装備は無敵コンですね。で、今回活躍させる妖怪がこのレッド J。 スキルがラッシュの妖怪ですね。ラッシュコンの素材として有名ですが、ステータスは力が微妙で足が速い。1体には神話の腕輪を装備。もともと足が速いのでそこまで影響はない感じですかね。そして今回はもう1体いるわ。もう1体にはガード崩しのコンを装備。あれ、技レベル、うっさいな。てかラッシュには生ハゲコンとかの方がいいんじゃないですか。そこは先にドンちゃんでカバーするわ。生ハゲコンだと最初の壁を倒すのに時間がかかるのよ。後衛は勇まし壁で固めてあるわ。エルドラゴンも壁なんですね。ちゃんと防御に振ってあるわよ。クローニオフが怖いけど勇ましには物理半減いないし、しゃーなし。ふむふむ。まあいけるんじゃないですか。今回も無事にリクエストに答えられるといいわね。5回リクエストに答えるごとにキアカにコスプレしてもらいましょうか。つまんな。私は面白い。それでは対戦できます。クローニオフ、怨念、そうなめ、必殺連射、ユカパに弱いわね。全部じゃん。いや、全部に弱いじゃないですか。全然勝てないわね。さっき B ランクにも負けたんですが。デュエル開始。さて今回のパーティーはヒドロモドロ。これまた珍しい。何してくるのかしら。取り付きメインの妖怪ですよね。スキル重視なら白切りスズメでいいですし、バカズキンもいるし完全なアタッカーかしら。とりあえずこちらもどんどんバフを入れてちょうだいな。ドンちゃんだけにですか。ごめん。これから無茶ぶりは控えるわ。ちゃんと休みなさい。なんでだよ。ちゃんと突っ込めよ。はーい。うわ、取り付いた。なんか取り付き行動多いですよね。ただでさえパワーが微妙なんだから回転数でカバーしないと。これで向こうはどちらもバフがかかりましたね。早くバカズキンを倒してラッシュを発動したいんだけど。でかい、どうしてきた。チャージコン。ではなさそう。うわ、吹っ飛ばし効果あるのか。でも向こうも思った行動できてないみたいですね。ここ地味に一発かわされたんだけど。我慢コン発動できなかったのはかなりきついですね。ここはドンちゃんに温存しておくわ。ドンちゃんを普段使わないので立ち回りが怪しいですね。ここでやっと我慢コン発動ね。は？なんでだよ。マジでさ、キアカー。もう。ガード無視コンつけてて正解でしたね。なかったら積んでました。なかなかやるの。190超えはいいわね。確かに姫の言う通り生ハゲ系のコンじゃなくてよかったですね。褒めてくれや。頑張ったね。偉い偉い。ああ。お、無事にお肉スキルが発動しましたね。相手はやっぱり水前なんね。は？うっわ、バキコリカウンター決められましたね。でも山田型じゃなさそうだし、集結ならなんとか。必殺の溜まる速さから相手の前にゃんは魔女っ子パワーでしょうか。とにかくここは耐えて。お願いします。やったー。ミリタイ&かわしとかどんだけですか。ここから頑張って巻き返したいところ、うん、無敵コンですかい。普通のスキル自体はそこまで脅威ではないですが、ここでの時間稼ぎは厄介ですね。この配置はまずいですね。必殺が来ます。なんとか間に合ってちょうだい。ラッシュ発動しましたけど、さすがにワンパンは。え、これ負け。おお、マジですか。いけいけ。ここサボったのすんごい惜しいけど、まあいいでしょう。まさかの3枚抜きですか。やばい、すんごい手が震えてる。今のうちに早く必殺貯めてください。いや、うん、わかってるんだけど。わけがわかんねえよ、これ。なんだよ、わけわかんねえ。下手すぎません。またコメントで怒られますよ。もう6してるのかしら。疲れてるのはあなたでは。最近キアカのいじりネタを考えてるせいで寝不足で。いや、寝ろよ。お、いいダメージ。続いて打ちますか。でかいビスって珍しいですね。スキルが水技強化なのに自分はヒーラーの妖怪ね。これ多分マイニャンで全滅する感じのパーティーかしら。フーフーもいますし、多分そうですかね。マイニャンがダークガードなら必殺連射も意識してますが。え、倒せてない。これ間に合わないわね。切り替えますが。
ここの必殺で1体のレッドゲーはやられてしまいますね。まあそしたらエルドラ出すわ。なかなかの活躍でしたね。お疲れカツカレー。やっぱり姫疲れてます。なんでボケただけで心配されるの。あなた序盤に私にも同じことしましたよね。へへ、まったくもう。ここはエルドラの、倒す。マジで疲れてんなこのお姫様。あ、ここで発動したってことは、残念でした。まあここは絶対命中だし勝ったわね。結局姫は我らがエルドラさんですか。では今回も無事に勝利できました。なんとかですね、なんとか。では少し短いですが本日はここまで。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。